こんにちは。歴ショックです。今回は、家康の側近中の側近となる本多正信の生涯について紹介します。本多正信は、三河一向一揆では家康と敵対し、一揆後は家康の元を離れ諸国を流浪しますが、後に帰参し、君主として家康の躍進を支えることとなります。家康にとっては、欠くことのできない友のような存在となり、息ぴったりの主従は、関ヶ原の戦い、大阪の陣で、様々な策を巡らせて、天下統一を成し遂げていきます。今回は、一度は家康を裏切り、他の家臣からは嫌われながらも、家康とは水魚の交わりと呼ばれるほどの親密な関係を築き、家康の意志を汲み取りながら謀略を巡らせた、本多正信の生涯について紹介します。三河一向一揆で家康を裏切り、松永久秀、加賀一向一揆に仕える。本多正信の前半生。本多正信は、1538年に本多弥八郎家当主、本多利政の次男として生まれました。兄の重貞は、青野氏に養子に出されており、正信が弥八郎家の当主となっています。正信の弥八郎家は、本多忠勝の平八郎家とは6代前に分家しており、本多一族とはいえ、全くの別家扱いとされていました。弥八郎家は、数ある本多一族の中でも特に勢力が小さく、正信も、最初は鷹匠として家康に仕えていたとする説もあり、松平家中の中でも低い身分にあったと考えられます。正信は、桶狭間の戦いにも、家康に従って従軍しているものの、一兵卒の身分である上に、戦いで足を怪我したという話もあり、戦場で手柄を立てることはありませんでした。家康が今川氏から独立した後も、本多忠勝などが旗本として活躍する中、正信には目立った活躍はありません。そんな中、1563年に起きた三河一向一揆では、一向一揆側につき、家康とは敵対する道を選んでしまいます。当時、本多一族は、本多忠勝をはじめ、そのほとんどが一向宗門徒でした。忠勝らその多くは、信仰よりも家康への忠義を優先し、一向宗から家康と同じ浄土宗に改宗し、一揆方と戦いました。しかし正信は、兄の重貞も家康方として戦う中、改宗せずに、弟の本多正成や渡辺守綱といった家康家臣と共に、一揆方につく道を選びます。正信は、松平家中で出世していたとは言い難く、改宗してまで家康に仕え続けようという気が薄かったのかもしれません。一揆方についた正信は、参謀閣として一揆軍の主力の一人になったといい、渡辺守綱のように、自ら槍を持って戦うことはなかったものの、君主として一揆軍を指導したとされます。家康は同時期に、松平家重臣の酒井忠久や吉良義昭など、四方八方に敵を抱えており、後に、三方ヶ原の戦い、伊賀越えと並んで、家康の三大危機の一つとして語られることになります。それでも家康は、水野信元の助力もあり、優位に戦いを進め、一向一揆勃発から3ヶ月余りで、半ば強引に講和にこぎつけることに成功しました。家康は、領主としての権力を確立するために、自分を裏切った家臣に厳しく接し、渡辺守綱など一部の家臣を除き、その多くは追放されたと言います。正信は、三河を脱出して浪人となり、期間には諸説あるものの、この後15年以上にわたって流浪生活を送ることになりました。この時に、弟の正成は三河に残り、後に赦免され、家康に仕え、掛川城攻めや三方ヶ原の戦いで活躍していきます。一方、正信は、三河脱出後、京都へ向かい、当時畿内を掌握していた三好長慶の重臣、松永久秀の元へ身を寄せたとされます。この後、松永久秀は、久秀自身の関与は不明ながらも、将軍暗殺、東大寺大仏殿焼き討ちと、歴史に悪名を残していくこととなります。三河脱出時点で28歳だった正信も、松永久秀の下で、こうした出来事を間近で見ていた可能性もあると言えるでしょう。正信は久秀からは厚遇されていたようで、久秀は、徳川の侍を多く見てきたが、多くは武勇一辺倒の輩だった。しかし正信だけは、強からず柔らかからず、また癒しからず、世の常の人ではないであろうと思ったと、正信をこう評価していました。やがて正信は、
松永久秀の元を離れ加賀に赴き、加賀一向一揆の武将となったと伝わります。松永久秀は織田信長の上洛後に信長に従うようになっていたので、家康との関係もあり久秀の元にはいられなくなったのかもしれません。しかし一世紀にわたって加賀の国を支配した加賀一向一揆も、柴田勝家を中心とした織田氏の北陸方面軍に押され、1580年に石山本願寺が信長と和睦すると衰退の一途をたどりました。正信は一揆とは運命を共にせず、加賀を去って再び流浪の身になり、越後の国などを放浪していたとされます。しかし正信は三河に残っていた正信の家族を保護していた旧知の大久保忠世の取りなしによって徳川家に帰参を果たしました。正信が帰参した時期は諸説あるものの、武田氏滅亡から本能寺の変にかけての時期だったとされています。徳川家に復帰した正信は流浪時代の経験を生かし、家康の信任を獲得していき、家康の軍師としての道を歩んでいくこととなります。徳川家には少ない謀略家として家康の信任を得る。帰参後の正信、帰参した正信は経緯は不明ながらも本能寺の変が起きた時には家康のそばにいたとされます。正信は伊賀越えで家康帰還に大きく貢献したとされており、畿内には三好氏や松永久秀にかつて従っていた者も多くいたため、そうした人脈を活用したものと想定されます。正信は伊賀越えをきっかけに家康の信任を得たとされており、これ以降家康の軍師としてそばで仕えることになりました。家康も正信が帰参する際には自ら使者を正信の元に送っているので、正信を重用したいという思いはあったのでしょう。本能寺の変直後の武田医療をめぐる天正神後の乱では戦場での活躍はなかったものの、徳川領となった会で旧武田家臣の所領の安堵を行う奉行として復帰早々重要な役割を果たしました。この他には正信の活躍は見えていないものの、小牧長久手の戦い後の1586年には豊臣秀吉が徳川家重臣に会員を推薦した際に、本多忠勝や榊原康政と同格の従五位の下佐渡守を与えられています。このことから家康の軍師としてそば近くで活躍していたことは確かで、三河以来の譜代家臣が重臣のほとんどを占める中、諸国を放浪した正信は今までの家中にない大胆な発想で家康を支えたと推測されます。同時期には徳川家を長年支えた酒井忠次、石川数正が相次いで隠居出奔しており、軍師としての正信の活躍の場はますます広がることになります。小田原征伐後、家康が関東に移封されると相模玉縄で1万石の領地を与えられ、三河一向一揆後は家康に忠実に仕え続けた渡辺守綱を大きく上回る大名並みの地位を得ました。この頃の正信が家康と水魚の交わりと評されるほどの意思疎通を果たしていたエピソードに、家康が上洛船の称賛を家臣に問いかけたというものがあります。家臣たちは東海道に配置された豊臣家臣の中村和氏や堀尾義晴に勝てるかどうかという話ばかりする中、正信は一切口を開かず神妙な顔をしていました。正信は会津を領し、徳川家の後方を抑える賀茂氏里に牽制され、関東を出ることすらできないと考えており、家中で家康と正信のみが今後の展望を見据えることができていたという話です。関ヶ原の戦いまでの正信は伏見や肥前名古屋にいることの多かった家康とは別に、江戸城の徳川秀忠の元に付き従って関東の統治を担っていました。家康も自分と考えを共有する正信がいれば自分の分身として関東統治を問題なく行えると考えていたのでしょう。秀吉死後の混乱の中でも正信は行き当たりばったりでない、将来的に家康が最も大きな果実を得られるような検索を次々と行いました。その中でも特徴的なのが、御奉行の石田三成が加藤清正や福島正則ら武断派諸将に襲撃された七将襲撃事件での対応です。家康を追い落とそうと躍起になっていた三成はあえて家康の元に助けを求め、家康としては三成を討ち取る絶好の機会となりましたが、正信はあえて三成を助けることを提案しました。正信は家康に
三成に挙兵の機会を作らせ、敵と味方を区別し、一網打尽にすべきと提案し、後の関ヶ原の戦いにつなげたといいます。他にも、前田利長を脅して、利長の母、宝春院を人質に取り、前田家を下したり、会津の上杉征伐を行うことで三成挙兵を促したのも、正信の献策だと言われています。家康は、唯一自分の考えを汲み取った提案を行う正信を信頼し、友のように接し、正信も家康を大殿と親しげに呼んでおり、この主従の信頼関係は徳川家中の中でも別格だったといいます。この後、正信は家康の天下取りの総仕上げのためにさらに知恵を働かせていくこととなります。家康の分身として幕府を仕切り、天下統一を成し遂げる。晩年の正信。関ヶ原の戦いでは、正信は中山道を進む徳川秀忠の軍につけられたため、本戦に参加することはなかったものの、正信が家康と練り上げた策はことごとく的中し、家康は一気に天下人にのし上がりました。正信は、関ヶ原の戦い後、捕虜になった石田三成の子、石田重家の処分を考える際に、三成は関ヶ原の戦いを起こす大功を立てたのだから、その功に免じて除名すべきと、皮肉めいた提言をしたという逸話もあります。正信は、関ヶ原の戦い後も、秀忠付きとして江戸に残り、秀忠は、正信を長老として丁重に扱い、正信も秀忠を若殿と呼び、家康同様、親しげに接していたといいます。この頃には、正信は、徳川家一の実力者として、諸大名にも一目置かれる存在となっていました。それを表すように、諸国を流浪していた正信の次男、本多正成が、上杉家執政の直江兼続の婿養子に迎えられ、その後、加賀前田家に5万石の俸禄で召し抱えられています。徳川家に警戒される存在である上杉家、前田家は、本多正成を通じて正信とつながりを持ち、お家安泰につなげようとしており、正信の存在は、大名家の存続を左右するまでになっていました。正信は、江戸幕府成立後、大久保忠世の子で、旗本を滑る軍事責任者となっていた大久保忠親と共に、ツートップとして初期の幕政を担います。ただし、大久保忠親は、1614年に突如として改易を申し渡され、根拠はないものの、忠親の改易は正信の密告によるものと、後に徳川家の公式記録にも書かれ、正信は謀略家としての悪い印象が一気についてしまいました。正信は江戸で忠親を間近に見ており、正信の意見を家康の参考にしたはずですが、正信は徳川家復帰の恩人、大久保忠世の子である忠親の家族を心配する手紙を出しており、真相は不明です。一説には、大久保忠親は、西国大名や豊臣家と親しかったため、豊臣家討伐に邪魔になるとして改易されたともされており、この後正信は、家康の天下取りの総仕上げ、大阪の陣へ突き進むことになります。もっとも、大阪の陣では、当時76歳だった正信は出陣はしたものの、息子の本多正純が、正信に代わって家康の右腕として活躍していました。正純のもと、豊臣家家老の片桐勝元の調略、宝光寺照明事件、大阪冬の陣後の堀の埋め立てなどが行われ、1615年の大阪夏の陣にて、ついに豊臣家は滅亡します。家康は、豊臣家の滅亡を見届け、翌年の1616年に、73歳でその生涯を閉じました。正信も、家康の後を追うように、家康の死から約50日後、78歳で亡くなりました。正信は、本多忠勝や榊原康政とは違い、武功を立てず、謀略のみでのし上がってきたため、他の家臣からは特に嫌われていました。榊原康政などは、腹黒い正信のことを、蝶腐れと蔑んでいたほどです。正信も、嫌われていることは重々承知しており、家康から家像を持ちかけられても、相模玉縄の1万石以上の家像は一切受けず、必要以上に恨み妬みを買わないようにしていました。当然、息子の本多正純にもこの心構えは伝えられており、正純も必要以上の家像は断っていたと言いますが、正信死後、正純は次々と家像され、1619年には宇都宮15万石の大臣になってしまいます。これにより、正純は一層妬まれるようになり、
土井利勝ら次世代の台頭もあったことから、1622年に宇都宮城釣り天井事件を契機に改易され流罪処分とされました。正信の系譜は最終的には加賀前田家に仕えた次男の本田正成の家のみが大名並みの家として残ります。加賀本田家は陪臣ながら5万石を領し、加賀藩家老として明治時代まで続き、明治時代には男爵の爵位を与えられるなど、正信の血筋を後世に伝えていくこととなるのです。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは、Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。